連続テレビ小説、らんまん、NHK 総合の第115話に、海宝直人が演じる実業家小林一さんが初登場した。末子、浜辺美波が営む待合茶屋、山桃にやってきた小林は、後の阪急電鉄を創業する人物がモデルと思われる。歴史的大物の登場に SNS は大いに盛り上がりを見せた。この小林を演じた海宝直人にも注目が集まっている。普段は舞台やミュージカルで目覚ましい活躍を見せる海宝だが、朝ドラではこれまでに、エール、NHK 総合にも出演。オペラ歌手の伊藤浩三を演じ、ドラマ内では、ラボエームのロドルフォとして美声を響かせた。伊藤は、東都音楽学校首席、全日本声楽コンクール1位、前日芸術賞最年少受賞という華麗な経歴を持つ、海宝にふさわしいキャラクターだ。今回演じる小林のモデルは私血経営モデルの先駆者である一方で、宝塚歌劇団を作った人物でもある。日本の演劇界に多大な影響を与えた小林もまた、海宝にとってはぴったりの役どころだと言えよう。髭を蓄え、相島、森岡龍と熱く仕事について話し合う姿は印象的。会話の中でも海宝の声はひときわ透明感を持って響く。鉄道事業についての希望を語る小林は、凛とした声も相まって頼もしくかっこいい。そんな海宝もまた、らんまんで活躍する神木隆之介や浜田龍心と同様に幼少期から子役として活動。初舞台を踏んだのはなんと7歳の時で、劇団四季のミュージカル、美女と野獣のチップ役であった。子役時代の海宝の活躍で特筆したいのは、やはり劇団四季ミュージカル、ライオンキングでのヤングシンバ役だろう。海宝は初代ヤングシンバの一人であり、ヤングナラ役を演じる姉の海宝茜と指定出演していたことからも、当時の感激ファンから注目を浴びていた。その後は1999年発売の劇団四季版、ライオンキングのサントラ CD にて、ヤングシンバとして歌唱。幼少期からその類稀ない歌唱力と魅力で高い評価を得る。そんな海宝もまた、らんまんで活躍する神木隆之介や浜田龍心と同様に幼少期から子役として活動。初舞台を踏んだのはなんと7歳の時で、劇団四季のミュージカル、美女と野獣のチップ役であった。子役時代の海宝の活躍で特筆したいのは、やはり劇団四季ミュージカル、ライオンキングでのヤングシンバ役だろう。海宝は初代ヤングシンバの一人であり、ヤングナラ役を演じる姉の海宝茜と指定出演していたことからも、当時の感激ファンから注目を浴びていた。その後は1999年発売の劇団四季版、ライオンキングのサントラ CD にて、ヤングシンバとして歌唱。幼少期からその類稀ない歌唱力と魅力で高い評価を得る。